大屋ネットの平林昇です。今回はですね、商売は仕入れだっていうですね、そういうお話をさせていただきたいと思います。まあ、私どももう大屋さんはこうアパートを持ってるっていう前提でですね、もう持ってるんだったらもう販売しかないじゃないか、経営は販売だっていうことで、実際この大きなこう流れがあるわけなんですね。ホームページを持って直接取引しましょう、できるだけ経費、今までのこの経費負担をですね、収益に変えていきましょうっていう、まあ、そういうビジネス展開しましょうってこう、まあ、ご提案してるわけなんですね。でこれはまあ販売ってことにおいてはこの流れが、まあ、これからかと思うんですね。で翻ってですね、実際じゃあ今例えば手に入れたその、まあ、賃貸物件ですね、アパートですね、実際いくらかかったか、その時に実際その大家さんはどういう関与ができたかってことだと思うんですね。いわゆるそこにしっかりしたこういわゆるその不動産の流れっていうんですかね、いわゆるその不動産のブラックボックスっていうことだと思うんですね。実際その業者さんが大体いくら仕入れて、いくらで実際販売をしたかって部分っていうのは、これブラックボックスかと思うんですね。だからそれに対するその少なくとも交渉事ってことをですね、やっぱり大家さんができないと、このビジネスってなかなかこうなんていうんですかね、大きなそのお金をこう引きずって何十年、この一番最初の段階でしっかりしたその目利き交渉っていうのができていたら、それを引きずらなんで、ある意味で収益に変わったり、その安いサービスをお客さんにこう提供できたり、まあ競争力を持ってこう、まあ、仕事ができるっていうことなんですね。だからこの仕入れ、この買い付けの段階にいかにそのいわゆるなんていうか力を発揮できるかっていうのがものすごく重要とってことだと思うんですね。でここはまあ場を踏むってこともあるかもしれませんが、少なくともそのある程度のその数字を持つっていうことかと思うんですね。まあ逆に言うとこれ以上は出せないっていうことかと思うんですね。これがそのある意味その自分の数字を持つということと、それから業者さんとのそのガチンコ勝負の一番のいわゆる譲れない線ということかと思うんですね。ですからそのいわゆる中古ビジネスのいわゆる一つのなんていうんですかね、この鉄則っていうのは、いわゆる買い手が値段を決めるってことなんですね。だから大家さんが値段を決めて、それで対応ができなかったらそれはもう下がるってくらいな、いわゆる一つの展開をしていかないと、高いものを買ってしまったらそのビジネスとして成り立たないっていうことかと思うんですね。ですからそういう意味のそのいわゆる大家さんとしてのその数字の持ち方ってものはですね、特にその仕入れってことにおいてはものすごくこう何を置いても重要じゃないか、まあ、そういうふうに考えます。